え今日はですね、このレゴのトレーニングロボットに、えー、カラーセンサーをつけて、えー、つけています。こちらですね、えー、こちらになります。で、えー、カラーセンサーのですね、えー、と反射光の強さの、えー、調整するプログラムを作ってみたいと思います。えー、まず、カラーセンサーはですね、えー、と色の種類ですとか、あとは周囲の明るさ。 の他にえっ、ー、と反射光の強さというのを、えー、測るモードがあります、えー。反射光とはですね、要は物に光を当ててえっ、ー、と反射する、えー、光の強さですね、えー。例えば黒いものですとえっ、ー、と光を吸収しますので反射光の強さが、えー、弱くなります。で一方ですね、えー、白い部分はえっ、ー、と反射光の光が強くなります。 で今、こちらのディスプレイ上にはですね、このカラーセンサーの、えー、と反射光の強さを、えー、とディスプレイに表示するように、えー、プログラムをしていますで、えー。ですからみじ、えー、緑色ですと約20ですね、えー、20の反射光の強さと。で黒い方ですと、えー、ちょっと弱まりますので10%と、えー、ですね。で、えー、白い部分ですと、 え89%、8と9の間ぐらいですかね、の反射光の強さがあるということが分かります。えー、そしてですね、その反射光の強さの、えー、と調整というのはですね、このカラーセンサーには反射光の強さの調整機能がついておりまして、えー、例えばこの今、緑の部分ですね、えー、反射光の強さが20ですけれども、これをえっと最小値の0とすると。 いうふうにカラーセンサーを一時的に調整することができます。リセットするまでその調整値は保持されます。同じようにこの白い部分、反射光の強さが今89から99ですかね、の時にこの反射光の強さを100%とするというふうに調整することができます。では実際のプログラムを見てみましょう。 えー、この上の部分がですね、えー、先ほどディスプレイに、えー、反射光の強さを、えー、表示していたプログラムになります。えー、まずループで無限に回しまして、えー、カラーセンサー測定、反射光の強さで、えー、その結果を、えー、データワイヤーを使って、ですね、このテキストブロックですね、えー、文字列の結合ですね、A に入れて、A に。 b にパーセントで、すねで何、何パーセントという風な文字列にして、まあ、結果をこの表示ブロックですかね、表示ブロックのテキストのグリッドで5行5列目に表示をするという風なプログラムでした。で、こちらにですね、えー、とさらに表示をしつつ、えー、とさらにその、えーと、反射光の強さの最大値、最小値を えー、調整する、えー、プログラムを加えていきたいと思います。えー、開始ブロックを下に置いてですね、えー、そして、えー、と待機ブロックですかね、えー、待機ブロックを配置します。で、えー、と待機ブロックはですね、えー、とこのインテリジェント、えー、ブロックボタンの、えー、と変 変化のインテリジェント、比較のインテリジェントブロックボタンを選択します。そうしますと、えー、とここにインテリジェントブロックボタンが出ますので、これは3番ですとかね、右ボタン、右ボタンを押して、これの2のバンプですね、バンプするまで待機すると。 つまり、インテリジェントブロックボタンの右ボタンを押すまで、えー、ここで、えー、と待機がされます、えー。そしてですね、その時その次にですね、えー、カラーセンサーを配置します。でここでカラーセンサーの、えー、と測定の、えー、反射光の強さを、えー、測定したいと思います。そして、その結果をですね、 えー、今回、えー、この調整ですね、調整反射光の強さの最初、えー、に、えー、入れたいと思います。ここでデ,データワイヤーを結ぶことによってですね、えー、ここでその、えー、と反射光の強さの最小値が、えー、設定されます。えー、つまりですね、えー 今回やろうとしているのは、先ほどの最初に光センサーをですね例えば緑のところに当てながら、ですね今、緑に当ててますので、この右下に反射光の強さが出てますけど20ですね、20というふうに出てるんですけど、その緑を最小値の0として設定すると、つまり緑より濃いものは全部0より小さい数字になるというふうになるはずです。 えー、そういうふ風、えー、に動くようなプログラムを作ってみたいと思います。えー、そしてですねここで、まあ、これはあってもなくてもいいんですけど、音ですかね、えー、と右ボタンをポッピッと押しましたので、えー、とクリックオンですか、クリックオンを、えー、再生するとしたいと思います。えー、その次に、えー、今、最小値を設定、えー、しましたので、引き続き、えー、最大値の方を設定していきたいと思います。 同じくですね、えー、待機ブロックを配置して、待機ブロックはイン,テリインテリジェントブロックボタンの比較のインテリジェントブロックボタンと、えー、そして、えー、先ほどと同じように、えー、右ボタンと、で、えー、と2番の、えー、とバンプですかね、ク、えー、リックされた時まで待機します、えー。そしたらですね、今度は最大値を設定したいと思いますので、えー カラーセンサーの先ほど測定と,、えー、と反射光の、えー、強さを測定して、えー、その結果を、えーリス、あ、しまった。間違えましたね。えー、とこちらですね。カラーセンサーを配置しまして、カラーセンサー、調整反射光の強さ、今度最大の方ですね。えーまあ、白い部分を読み込みたいと思いますの、ね、で、最大で、 これをデータワイヤーで結ぶと2回目に今度読んだときはそれを最大値にセットするというプログラムになります同じようにここでクリックを鳴らしたいと思いますクリックですねそして最後にですね今度リセットですねリセットをしますのであ カラーセンサーの前に待機ですね。待、え、機、ー、ブロックで、えー、インテリジェントブロックボタンの比較のインテリジェントブロックボタンと。で、えー、これがあ3になるまでの同じくバンプと。えー、そうしたらですね、えーと、カラーセンサーを、えー、配置して、えー、測定、えー、反射光の強さ、えー。そして、えー、ここで あ反射光の強さすいません、いらないですね。えー、ここで、えー、っと調整反射光の強さを、えー、最後、リセットするんですね。リセットして、えー、クリック音を鳴らすというふうな、えー、プログラムですね。えー、要は一度目に、えー、っと今、あの 1一度目、えーと、インテリジェントブロックの右ボタンを押したときの1度目に、えー、見ているのを、えー、と最小値と設定すると、そして2回目のときに最大値、で3後にリセットすると、そういうふうなプログラムですね。えー、それをしつつ、えー、ディスプレイには、えー、その等気の反射光の強さをディスプレイに表示しているというプログラムになりますで実際の動きを見てみたいいと思います。 はい今ですねカラーセンサーは緑の上にありますので20%です、ね、反射光の強さ20というのを示しています一方黒におくとですねまあ11%反射光の強さ弱まりますので11ですねで白ですとまあ90というふうな数値が出ています でではですね、この緑の20に置いている状態で、えー、右クリックを1回押してみたいと思います、えー、1回目は最小値の設定ですのでこの緑が最小値として設定されます1回押しますそうすると緑が0%と、えー、設定されましたですので緑よりも、えー、とこの反射光が弱いものは全て0%と判断されるはずです えー、続いて最大値ですね、えー、最大値今867ぐらいですかね、えー、で押すとこれが100%と設定されると、えー、ですので、えー、と緑が0とで、えー、白が100とで一方じゃあ黒はどうなるかというと黒も0ですね、えー、緑よりも反射光がひ、えー、低いので、えー、とそれは全て0と。 判断されれるという,ふうな調整が行われました最後にもう一回右クリックを押すとこれがリセットされます。元に戻りましたね。緑が20と、黒が10と、で白が89ということで、まあ、一時的にこのようにカラーセンサーの反射光の強さの最大値、最小値をリセットすることができます。以上でプログラムを終わりにしたいと思います。ありがとうございました。